プッキー、バナード Vlog 史上、プッキーの本来のこのオリジナルプッキーシリーズ購入したのは初めてです。 Sorry Snoopy, you can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof. さてのけでお疲れ様です。バナードです。今日はちょっと雨なんで、今 iPhone で動画撮ってるんですけど、さっきまでちょっとバーベキューしてて、バーベキューの、お台場でねバーベキューして、その後終わった、ノリで解散したので、そのままお台場のアクアシティに来てます。ポップアップちょっと 見に行こうかなと思ってまして、ちょっと雨強くなってきたんで、入っちゃいます。ちょっとふっから発揮してアクアシティまで来ちゃいました。ちょっと若干ちょっと炭の匂いがするけど、すごい、なんか今アクアシティのメインフロア、沖縄フェアみたいなのやってますね。なんかオリオンビールとか沖縄系のものがいっぱい売ってて楽しそう。さあ目的地に着きました。モリーが飾られてるメガモリー。さあお台場のロボショップに着きましたね。じゃじゃーん、このビッグモリーがお出迎えです。Everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. まさかのアクアシティのインフォメーションのフロアにポップアート特集が組まれてますね。すごい、結構大々的に宣伝されてます。ペットバケーション、すごい説明付きで書いてありますね。全部アソートボックス開封された状態。これ最新の、ちょっと倒れちゃってるけど、どこ行くのシリーズ、車のシリーズもありますね。で、スカルパンダのアクションカット、メガコレクションのモリーですね。で、スカルパンダのアンシェンキャッスル、ナイトシティか、ナイトシティシリーズ。あ、ハリーポッター。わあ、すごい、これ初めて現物全部見ましたね。僕が当たったネビルも見えてます。すごい。あ、モリーのカーカーシリーズね、これも開封されてて、こっちはヴィランですね。ディズニーのヴィランのシリーズですね。いやー、すごいな、こんな大々的に組まれてる。すごいね。いやー、でね、今日は本当ね、ちょっとあいにくの空模様すぎて、まあ、バーベキューはね屋根があるところでやってたんで大丈夫だったんですけど、ちょっとお出かけっていう感じの天気ではないですね。いやー、そう、今ちょっと外来ましたけど、いやー、ちょっとまだ無理かな。いやー、ちょっとやっぱり外うろうろするのは無理っぽいな。今日はちょっともう素直に帰ろうと思います。まあ、ちょっとバーベキューで朝も早かったんで、このまま帰宅ですね。台場からゆりかもめで帰ります。
Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof.というわけでじゃあプッキーですね。いやー珍しいですよ、バーナード・ウィログでプッキーのこのオリジナルプッキーシリーズ、初めてのアンボクシングですね。プッキーちゃん以前ね、ラッキーボックスの、十二支じゃないや、ごめんなさい、新年寅年の、シリーズでプッキーが当たったの以来の、もうこのオリジナルのプッキーのシリーズを買うのは本当に初めてのバーナードです。さあ、そしてこの、What are the various doing? まあ、何してるのシリーズというね、プッキーが何をしてるのかというのを開けながら楽しむという感じで、これ、ラインナップの表記の絵もめちゃめちゃアーティスティック で正直最初ね、わかんないなと思ったんですけど、これもこれね、可愛いパッケージという感じでね、評価は高いということなので、もうこのシリーズ自体ね、なんか本当にデザイントイファンの間ではめちゃくちゃ評価が高くて、コスパも良くて、なんかデザインもすごいいいってことなんで購入しました。プッキーいろんな種類あるんですけども、その中でこちらをロボショップで購入しました。原宿のロボショップね、久々でしたね。案の定もうヤングな空気がすごすぎて、バーナードタジタジで買ってすぐに逃げちゃいましたけども。本当竹下通りハードルがねだいぶ高いので、行ける人は行ってみてください。ディム君に会いに行ってみてください。はい、というわけでじゃあもうね早速プッキーちゃん開けていきたいと思います。でこれちょっと箱が可愛くて箱を取っておきたいので、ちょっと今回下からねカッターで綺麗に開封したいと思います。よいしょ。さあじゃあね、ちょっとこの説明書、これ大丈夫ね、これは大丈夫ね、カードじゃないですね。え、ちょっと待って、これ説明書なんてあったっけ、他のシリーズ。え、なんですかこれ、冊子型の説明書が入ってる。すごい豪華ですね。で、肝心のブラインドボックス、肝心の本体なんですけど、さあ、いやでかいっすね。ちょっと開けてみましょう。マイファーストプッキー、プッキーオリジナルのマイファーストシリーズですね。じゃあプッキー開けていきたいと思います。いきます、よいしょ。うわーかわいい、これなんか持たせる感じですよね、パーツ。なんか乗ってますね、頭にスライム状のものが。めちゃくちゃかわいい。あ、もうこれはこうやって手に乗せる感じですね。最初なんか指くわえてるのかと思いましたが、何かを持たせるような感じみたいです。いやーなんか赤ちゃんみたいなプッキーですね、ロゴ入り。ちょっと見ていきましょう。付属品はこちらですね。これなんだろう、カードちょっと待って、カードめっちゃかわいい、イラストパケのイラストのままですね。バブルスのプッキーちゃんなので、これシャボン玉やってる感じですね。でこのパーツつけるとシャボン玉になるんですね。いや、つけましょう。よいしょ、こんな感じですかね。いやかわいい
いや、ちょっと待って、このシリーズやばいっすね。ちょっと沼の香りがしてきた。あー、これやばい。あ、後ろのこのクリアパーツとかもめっちゃいいっすね。これこの感じで1200円は確かにコスパというかいいっすね。コスパいいかもしれない。これもう1ピース買うべきだったかな。ちょっとなんかちょっとおじげついて1ピースでね満足して帰っちゃったんですけど、これもう1個買ってもよかったな。めちゃくちゃ可愛いっすね。シャボン玉を膨らせてる、シャボン玉を膨らませているプッキーちゃんでございました。いいね、素晴らしいです。はい。でこの説明書ってこれどうなってんだろう、これなんか、まあ、多分もう皆さんはねご存知かと思うんですけど、私はちょっと初見なので見させて、うーお、本形式だ。あ、これ中国語でなんか物語が書いてあるんですね。この絵本、この絵本はでもどのブラインドボックスにも入ってるってことですよね。あ、それぞれのキャラクターの物語が書いてある。これはこれマジ、すごい。これ豪華ですね、確かに。あー、かわいい、かわいいイラストがいっぱい載ってる本が入ってました、小冊子。いや、いいね。イラストレーターさん、これデザイナーさんがやってるのかな。なんかこれはまたイラストはまた別の方が描いてるなっていう感じなのか、作家さんがそのままイラストも描いてるのか気になるところですけども、僕が撮ったのはバブルスプッキー、こんな感じでございました。いやー、ちょっと他のも見てみたいな、これ。さあ、というわけで今回はポップマート開封の Vlog でございました。プッキー何してるのシリーズ、めちゃくちゃ可愛い。この世界観好きな人は絶対たまらないと思います。はい、バーナード Vlog ではこういったデザイントイ、主にポップマートの開封 Vlog、 そしてガチャガチャの開封、毎週末やっております。可愛いものが好きな人はぜひまた遊びに来てください。バーナードの目線で思った可愛いものとかを、私のライフ Vlog、交えて紹介しておりますので、まあ、ちょっとまったりとした動画とか好きな人はぜひまた遊びに来てゆっくりしていってください。動画の評価ね、ぜひぜひお待ちしております。チャンネル登録はもう自由にお任せしておりますので、動画の評価だけ最後にどっちかポチッとしていただけると嬉しいです。コメントはもっと嬉しいです。なんかプッキーのおすすめとか知ってる方いたら最後にぜひコメント、このシリーズがいいよとかあればね、教えていただけると嬉しいです。プッキーはまだ本当に勉強不足なんで、おすすめシリーズが可愛いのがあればまた教えていただけると嬉しいです。僕は今回これ買ってめちゃくちゃ良かったですね。虎年のプッキーもめっちゃ可愛かったんですけど、これはプッキーはちょっとこっちの世界観の方が絶対合ってると思います。はい、というわけで、今回も開封 Vlog ご視聴ありがとうございました。また遊びに来てください。バーナードでした。さよなら。